today we're gonna be going to Maui Mike's Chicken. そう、珍しくエマさんが決めました。Mom always has the ideas, so it's because you always know like the new places that are opening and she's more in the know. But yeah, I was craving Maui Mike's so randomly. And also like I've only had it once, so it's kind of weird that I'm craving it, but it sounded mm-hmm. good. So we're gonna go there and eat and we will show you guys our lunch. Yeah, I did it. So it must be empty.、Mm-hmm. Hopefully there's not a lot of people.But look, Maui Mike's. Need to order fresh natural premium chicken. Yay! So we did just make it to the restaurant, but sadly on the door it actually says takeout only. And so that's not gonna work for us because we wanted to.Dine in and show you guys, and so maybe next time we'll eat at Maui Mike's. Hi, 残念ながら Maui Mike's. Nope. We. クレープも美味しそう。あ、でも閉まってるね。うん。このクレープ屋さん結構好き。で、この先が、今行こうかなって言ってるナル。ナル。その隣の方にコノーズがね、あるんだよね。This area is really cute. Oh, one store is gone. ブティックじゃなかったっけ? Was it like a crystal store? I don't know. This is... ここ来たことない、新しいね。ね。Oh, that's not... やっぱここにしようかね。ね。Tomato lettuce.
So we just finished eating at Nalu. Here are some stores nearby. This is a crystal shop. And then we have, is this like a surf shop kind of? I think this is a surf, yeah, surf company here. And then BNT. That's cute. Is this like boba, mom? Like boba, and let's see. Ooh, they have boba lemonade, acai bowls, shakes, and smoothies. Kawaii. I don't know what that. Oh, ice cream rolls. Bikini bird. Oh, that's cute. このね。本当だ。で、お隣は何屋さん？今日もブルースカイです。ここ何屋さん？あ、ここじゃん。来たかったところ。パン屋さん。そう、今日ね、来ようねって言ってたらね、今日と明日お休みですってなってたの。そうだよ。え、そう？そう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 。ここね、いつか来てみようね。ね、こんな感じで。Oh, and then like on, I think Sundays, right? They usually have a farmer's market over here. まだやってるかな？ファーマーズマーケットね、ここだよね。で、向こうが、ホールフーズのところで、このさ、ボーリング屋さんってさ、ボーリング屋さんっていうか、ボーリング場もうなくなっちゃったんだよね。本当？私一回も行ったことないかもしれない。あっちの方にはね、フードランドがあったり、他のね、レストランもあります。この辺は車屋さんを直すところかな。はい、じゃあちょっとパーキングの方に戻りましょうかね。こっちから行けんだっけ？行けんのかな？いや、わからない。え、行ってみるの？繋がってるかな？じゃあ見てくる。嘘。なんか繋がってなさそう。ぐるっと行ってまた出てって感じかな。繋がってはないんじゃん？繋がってないです。繋がってないです。でもなんか、うん、でもランチ美味しかった。美味しかったね。あのビーフのラップが、ステーキラップ、おすすめです。なんかちょっとスモーキーなお味がして、でなんかソースも美味しかったし、お野菜たっぷり。うん、そう、今日エマさんのアウトフィットはなんかちょっとこうサマードレスみたいな、かわいいピーチオレンジみたいなドレスです。かわいい。ありがとう。ママのアウトフィットは？私はいいよ、シンプルだから。え、ママのアウトフィットはかわいいです。黒白の帽子とバッグとかわいいですよ。チキンがいます。ランダムに、ランダムに。怖い。チキンさ、日本語でなんていうか知ってる？なんだったっけ？絶対知らないっぽい。何？知らないし。知らない。チキンだよ。え、チキンなの？ただのチキンなの？チキン。あ、チキンって言ってんのかと思った。違うの。わかんない。鶏肉。鶏肉とか、鶏肉とか言ってるし、チキン本当知らない。聞いたら、あ、そうだって絶対言う。ママ言ってないよ。今日
今日夜ご飯ないチキンとか言うじゃん。だからそう、それは食べるときはチキンだけど、あの鳥の名前、そうだよ。I don't know. What is it? 正解はニワトリでした。だってさ、じゃあ夜ご飯何食べる、うん、今日ニワトリ食べるよとか言わないじゃん。チキンはチキンだよ。あ、そう、はい、ありがとう。そうそう、ここでまっすぐ行くとね、突き当たりがあのターゲットなんだよね。そうそうそう、今日なんかお天気日和じゃない、うん、ほらさっきのこっから出てくるんじゃん。さっきの後ろからはこっから出てきます、うん、わっ、ババで、パーキングこっちから行けるんじゃん。あ、こっちから行けるか。そうだね、なんかこの辺にあったお店がさ閉まっちゃってるっぽい。さっき行ったクレープ屋さんでしょ、うん、でこれは何屋さん、ワイン屋さん。へえ、クラフトビアだって。テイスティングルーム。で隣が、ね。おお。はい。そして後ろに行くとパーキングがずらりとあります。ということで。この辺でエマさん終わりにしたいと思います。はい。Don't forget to like and subscribe. まぶしいです。じゃあね。見てくれてありがとう。バイバイ。See you.